志村坊さんから本当にさっき話した通り、ご招待のお話を、まあ、事務所通してお話が来まして、もともと興味があったので家族も行きたいという話だったので、家族と3人、母と姉と3人で行かせていただいて、でもうひたすらその場で感動しまして、特にそれこそ母親は一番もう興奮していて、何これみたいな感じで子供のようにはしゃぎ回ってて、でなんかそれを見ながら、このなんて言うんだろう、味わったことのないこの空間をもっと広めたいし、あ、ここで歌いたいなっていうのをすごく思って、なのでそれをこうちょっと岡田さんに、チームラボの岡田さんに、まあ、ぼやいていて、でまあその後に写真もいただいたりとか、そういう連絡のやり取りがあって、ちょっとお話ししませんかみたいな、でプライベートでちょっとなんかご飯とか行ってなんかお話ししましょうみたいな話から、話があって、いやぜひ私もやりたいんですけどっていう話から、じゃあちょっと進めてみましょうかっていうので、今回実現しました。ガラスがこう、もう左右もそうだし、天井も床も全部ガラスになってたりとか、なんかそういう空間に来ると、もう何て言うの、床がないように感じるので、宇宙空間にいるような感覚なんなんでかすこよ。の世の世界じゃない的な、じゃない感覚でしたね。でそういう空間もあれば、あとは光に触ると全部反応するっていう、なんかほんと生き物に触れ合ってるような感覚そうがね、あっなんかて、動物とね、なんかそうですね、振り返ったりとかするんですけど、そういうのもあったりとか。もうとにかく味わったことのない、なんかこう今まで 3D とかありましたけど、もうそれを超えて自分がその世界観にこう入ってる感覚というか、しかも何の機械も使わないで、自分自身には身につけたりとかがないので、本当にこう何て言うんですよね、味わうことのない場所ですし、あとやっぱり写真撮った時の感動感というか、今インスタ映えとかいう言葉ありますけど、本当にこう他では撮れないような、まあ画像が撮れたりとかするので、非常に思い出にも残ると思いますし、そうですね、そこはすごい感動しましたね。光に合わせてというか、それこそピンクのランプになるからっていうので、じゃあヒラリーにしましょうとか、基本光に合わせて私がインスピレーションでこれかなこれかなっていうので、なんかこう提案させていただいて、それが全部叶った感じで、なんでそうですね、まあ場所が決まって、なんか岡田さんとも歩きながら、ここ素敵だねとか、ここで歌ったらすごく光も的にもこう魅力的だし、歌もなんかこう何て言うんだろうな、すごく壮大に聞こえるんじゃないかみたいなのがあったりしてたので、もちろん他にたくさんあるので、それはそれはもう全然この4曲で収まりきれそうですないよぐらいでね。すけれども、非常にもう満足はしております。ランプの森も素晴らしいですし、クリスタルもちっぽけな愛の歌に非常に合ってたんじゃないかなっていうので、とても気に入ってますね。それぞれの曲の思い出というと、一つ一つ挙げていくとどうでしょう。まず最初「ランプの森の光」だと、そのそうですね、最初に歌。後半部分でドワッと全体が桜色になったりとか、あそこは多分なんかこう、あ、すごいなって最初思ってて、ちょっと多分みんな目が慣れ始めてても、後半のサビ頭のあの景色を見て、またさらに感動するんじゃないかなとも思いましたし、あとは「君を忘れないよ」の滝のところは、カラスがパーッと来た時にちょうど私の手のところにヒュッと来てくれて、花が咲いてっていう、でそのタイミングも歌とバッチリで、もう奇跡でしたし。あとはそのクリスタルだったら、ちっぽけな愛の歌は全部あえてもうシャドウというか、シルエットだけの演出にしたんですけど、あれもシルエットだけの方が曲に合うんじゃないかっていうことで、今回ああいう形で撮って、なんかぜひああいう風に写真撮りたいなって思う人がたくさんいたら嬉しいなと思います。あとはサンキューか、サンキューの「ひまわり」の中で歌ったのは、
そうですね、あれはもう花柄が洋服にブワーって映って、まるで花柄の洋服を着ているような感覚になってたので、ぜひなんか実際に行く方がいたら黒か白かの洋服を着、なる全ほど。身で着て、もう模様とかもない方が絶対綺麗に映るので、インスタ映えなんもかちょっそうと。ですね、もうチームラボボーダレスに行くんだったら白か黒の洋服がおすすめです。ライブが控えてるということはい。で、そのライブへの意気込みとかもちょっと。はい、そうですね、まあ「From Now On」ってついてるので、本当にこれから今後未来が見えるように、自曲以外の楽曲も歌って幅広い私の表現というのが伝わったら嬉しいなと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。